はい、皆さんこんにちは。レノファ二郎の部屋へようこそ。さあ、今日のレノファ二郎の部屋のテーマですが、ご当地シャレン選手の訪問活動にお邪魔してみた。レノファの選手を山口県の市町別に分けまして訪問する活動があるんですけれども、その中で風南市の場合はサポーターの方も見学が可能ということですので、周南市役所までお邪魔してきました。我らが周南市のご当地シャレン選手は、周南出身の川野幸太選手と吉岡正和選手です。さあ、どういうことになったんでしょうか。それではどうぞ。お疲れ様です。うわ、すごい。逃げろ。そうだ、すごい。こうなります。だと、走行しているうちにお二人が来られましたよ。おお、かっこいいですね。もうね、緊張しすぎてね、動画を回すのを忘れてしまいました。ようこそ周南市へ。僕の2024シーズンの目標はホーム初ゴールと魅力を発信していく。今年もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。僕の2024シーズンの目標は、周南市のことを発信していくことはもちろんなんですけど、10ゴールとたくさんの得点に絡むことです。あれは、はい、いっぱい点取れるように頑張ります。えい、よろしくお願いします。実はこの撮影の時にボードの位置を見て、吉岡選手が立ち位置をさっと逆に変えてくれたんですよね。本当に親切な方なんですね。サッカー練習しといてね。離れるの寂しい。そしてご多分に漏れず、私も写真撮影していただきました。もうね、顔がこわばりすぎなんですよね、これ。そしてなんとなんと、川野幸太選手が YouTube 見てますよというふうに声かけてくださいました。いや、ありがとうございます。またまたね、創作意欲がね、湧くというものです。さあ、頑張って編集だ。富士市長への表敬訪問の後、ファンサービスの時間も設けていただきまして、無事お二人のサインもいただくことができました。吉岡選手、川野選手、お忙しい中ありがとうございました。なかなかその平日の午後ということで、皆さんね、参加するのが難しかったとは思いますので、ね、代わりに、その時の状況を動画でお伝えできればと思って参加しました。いや、本当にね、こういう活動ありがたいですね。もうね、市役所にいらっしゃった親子連れの方も、
レノファの選手が来るよということで参加されたということで、本当にねこういうこともありがたいことです。1万人プロジェクトもありますので、地道な活動が本当にね大事になってくると思います。実行委員会の方、周南市役所の方、お世話になりました。どうもありがとうございました。選手の皆さん、クラブスタッフの皆さんもお忙しい中、全部の市町を手分けして回るというのはとても大変だと思いますが、本当にありがとうございます。ね、山口の魅力を少しでも知っていただいて、選手の皆さんがもっと好きになってくれたら嬉しいですし、それをきっかけにまたファンの方が、サポーターの方がますます増えていってくれたら嬉しいと思います。2024年の開幕戦が楽しみになってきました。吉岡正和選手、川野幸太選手、それぞれの目標に向かって、頑張ってください。もちろん我々サポーターも全力で応援させていただきます。周南市の PR を私にもさせてください。霊源山公園にやってきました。広大な敷地とオランダの風車が有名なところです。古墳だね、すごい。はい、ちょっと見えにくいんですが、この画面の右奥に吉岡選手が行きたい場所に挙げてくださっていた周南大橋があります。夜行くとね、本当にコンビナートの光がとても近くに見れておすすめです。そして山頂の風車です。春の時期は桜が咲いていたり、チューリップが植えてあったりと、一番のおすすめの時期です。続いてこれは晴海ふ頭の親水公園ですね。コンビナートの夜景が、工場の夜景が本当によく綺麗に見えるところです。そして現在は終了してしまっているのですが、年末になるとツリー祭りが毎年徳山駅前では開催されています。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。大好きな故郷のため、レノファ山口のため、レノファ二郎頑張ります。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。